こんにちは、モノモースです。今日は、阪神タイガースが14年ぶりに日本シリーズ進出を決めたという、まさに熱いニュースをお届けします。これは、阪神ファンにとっては待ちに待った瞬間でしょうね。でも、阪神ファンでなくても、このニュースには胸が熱くなるはずです。阪神タイガースは、3試合連続の逆転勝利で、無敗のまま日本シリーズ進出を決めました。これは、まさにチャンピオンチームの底力を見せつけた瞬間です。特に、6回裏で坂本セッションが勝ち越しに成功したシーンは、まさにドラマチックでした。しかし、ここで一つ、私は注目したいの はこの勝利はただの偶然や運だけでなくチーム全体の努力と結束力があってこそだということです先発の大竹幸太郎投手は105球を要しながらも5回の7安打に失点の粘バを見せリードを渡さなかったまた2番手の霧七拓磨投手もピンチの場面で踏ん張り守り切ったこれらは一人一人が全力を尽くしチームとして一番となった結果だと思いますそしてこの勝利は38年ぶりの日本一を目指す阪神タイガースにとってまた一つ大きなステップとなりましたこれからの日本シリーズがますます楽しみになってきましたね私 私たちも関心タイガースのように自分の目標に向かって一歩一歩進んでいきましょうそしてその過程で得られる小さな勝利を大切にしましょうそれが大きな施工へとつながる第一歩だと私は信じていますそれでは今日はこのあたりで次回もモノモースと一緒に世界の出来事を深掘りしていきましょうそれではまたお会いしましょうバイバイ